三度の飯より喧嘩が好き。どんな事件もすぐに解決。たった一つの真実見抜く、見た目は大人、頭脳は子供。その名は、名探偵、ケータ。あー、なんか殺人事件でも起きねえかな。うわあ、事件か。うわあ、おかしいな。うわ、痛くしたってんだ。休み時間から戻ってきたら、筆箱がなくなってたんだ。ほうほう、なるほど。それは事件だ。だが、そんなくだらねえことで僕の脳水血しつかせんな。少しは自分で考えろ、お前。ああ、もっと派手な事件ないかな。ひったくりじゃ。誰か、おばあちゃん大丈夫？おう、坊や、あそこにいるひったくりを捕まえてくれ。うん、分かった。おい、待てお前。やったぜ。まあもういいや、めんどくせえ、帰ろ。あー、ここはなんか事件の匂いがしそうだな。あー、おー、やっぱり殺人事件だ。お兄さん、何かあったの？私はこのホテルの支配人で、朝お客様が出てこなかったので部屋に入ってみたら死んでいました。ほうほう、なるほど。ということはお兄さんが第一発見者ってこと？ほら、鍵、捜査の邪魔だ、どっか行け。何が？この事件の謎が解けましたよ。いい加減に認めたらどうですか、支配人さん。犯人はあなただ。いや、違いますよ。第一発見者でもあり、ホテルの鍵を持ってるのは支配人のあなただけ。よってあなたが犯人だ。いや、違いますって。だから、何やってんの？もうお前犯人ってことでいいだろ、お前。ほうほう、なるほど。これは案外簡単な事件なんじゃないか。分かったよ、ママ。え、何？ママの顔が気持ち悪いから。そんなわけあるか。楽しい歌、悲しい歌、いろいろあるけど、どちらかというとこの歌は楽しい方かな。サンバー。これでちょっとロックがないように置けなくて。おお、いいね。うん、俺いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。オッケーオッケー。片足短い人だ。オッケー。正解。さすが名探偵。くそー、くそー。マジ始まった。めっちゃ臭いんだけど。タッカーのなら本当ね、マジで、マジで殺人事件になるからね。殺人事件。お、なるほど。その事件、僕が解決してあげるよ。
サンバー。